にちは、勝誠二です。今回のワークショップはですね、ムーミンのテーマをやります。どんなことをテーマにやるかっていうと、まずその1、ハーモニクスを使います。ハーモニクスっていうのはこういうやつですね。おお、なんと綺麗なことでしょう。イントロの頭に出てきます。これをみんなでこうコーンってやって気持ちよく、リラックスできると嬉しいと思います。そしてハーモニクスだけではありません。この右手の親指を使って、普通の四分音符4つですけど、この柄は言えます。よかったらぜひワークショップに参加してください。勝誠二氏でした。